その雌雄を決するファイナルクォーター、第4クォーターが始まります。攻守方向変わりまして、熊本右から左に攻める格好。ボールオン自陣29ヤードから熊本フォースダウン、残り1ヤードで試合再開となります。熊本はフォーメーション、パントフォーメーションを取りました。最終クォーター、熊本マーベリックスフォースダウン。さあ、そのパントによりまして、ボールはジェイサウジン40ヤード付近でボールで落とし、この位置で攻守交代となります。ジェイサウジン43ヤードからファーストダウン10。中央ランプ、これをタックルを弾きながらランニングアップ、中央突破しまして約7ヤードゲインを獲得しております。キャリアは14番のカリオ。熊本失礼しました、ジェスターズ自陣49ヤードからセカンドダウンスイング。不成功。クォーターバック6番、ここでプレーアクションパスで中央飛び込んだワイドレシーバー11番にパスを投じましたが、このパスはしかしショートしまして、パス不成功となっています。ダウンはサードダウンに変わります。ジェスターズ自陣49ヤードからサードダウンスイー。パス不成功。ここをパスで突破を図りましたが、しかしこれは熊本のパスカバー、厚くパス不成功に終わっています。ジェイサーズフォースダウンに変わります。熊本はリターナーに21番と16番を配置しています。ジェイサーズフォースダウン3でパントフォーメーション。さあ、このパントはあえて蹴り込まずに熊本陣30ヤード付近で外へ出しました。この位置での攻守交代となります。攻撃権は熊本に変わります。熊本自陣32ヤードからの攻撃に入ります。熊本マーベリックスファースト。ここでクォーターバックはプレーアクションからパスを投じようとしました。しかしこれを見計らってジェイサーズ77番が殺到し、キュービーさん約4ヤードロスを奪いました。素晴らしいキュービー作しました。ジェイサーズ77番は大阪芸術大学出身。熊本
ート、セカンドダウン14、ボールオンは自陣18ヤード、失礼しました、28ヤード。ナイス、ファースト。ここでハンドオフを託されたランニングバック佐藤一番、相手ディフェンスの裏を突くように中央突破しまして、一気に攻撃権更新を果たしています。熊本マーベリックスファースト、素晴らしいランで攻撃権更新を果たしました。熊本31番は大黒、大阪教育大学出身、かつて大阪アクススカンクスで X2 制覇を果たした時の素晴らしいランナーです。現在フィールド上に負傷者が発生しているため、レフリータイムが入っ、タイムアウトが入っています。現在チェーンにもトラブルが発生しております。しばらくお待ちください。試合再開となります。レフリータイムアウトを取りまして、熊本マーベリックス先ほどファースターを獲得、熊本自陣44ヤードからファーストアウト。クォーターバック5番パスを投じようとしましたがスクラム、この判断よく約6ヤードのゲインとしています。この状況でもまだ冷静にプレーを展開しております。クォーターバック5番は吉村、 X1 を経験しておる、その熟練のプレーをここで見せております。大阪教育大学出身、熊本セカンドダウン4、ボールオンはハーフ、投じましたパスをジェイサーズインターセプト、攻撃権ダッシュ成功しまして攻撃権を獲得しております。ジェイサーズの攻撃に変わります。素晴らしいインターセプトを決めましたのはジェイサーズ25番の池田、近畿大学出身。さあこれによりましてジェイサーズは相手陣45ヤードからの攻撃を得ます。トライアップシーズジェイサーズファーストアウト。ここでパスプレーをしかし熊本23番のパスカットしました。あわやインターセプトになるかという素晴らしいパスカバーを見せまして、このパスを阻止しております。熊本23番はカーズ佐賀大学出身、ジェスターズセカンドアウト、ボールオン相手陣45ヤード。ここで中央へのランプレー、ランニングバック43番ハンドオフを受けまして中央突破をしましたが、ここでイエローフラッグ反則が発生しています。トライアクシスデイサーズランニングバック43番田原ランク太郎選手の中央ランプレー、しかしファーマンが反則があった模様。ホールディングオフェンス56番10ヤード伐採セカンダー、オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールの反則発生地点がプレー開始地点より後方だったため、開始地点より10ヤード後退する形の反則になります。従いましてジェイスターズセカンドダウン20で試合再開となります。セカンドダウン20、
ピエンス。ここでジェスターズはスクリーンパックにより状況打開を図りました。ブロッカーをつけた形でキャッチしました43番でしたが、これを見計らって熊本見事なロスタックル、さらに押し下げる形に成功しています。ジェスターズサーダウン22、ゴードンは自陣43ヤード。マック6番、そしてこれを見事ワイドレシーバー7番ディフェンス振り切ってキャッチしまして、一気にビッグゲイン、攻撃権更新を果たしまして、ジェスターズファーストアウトになります。素晴らしいキャッチを決めましたがワイドレシーバー7番チームキャプテン堀です。龍谷大学出身。ゴール前9ヤードからファーストダウン10、失礼しました、ファーストダウン2ゴール、これによりましてジェイスターズ相手陣9ヤードからのファーストダウン2ゴールに入ります。さあ残り4回の攻撃で得点なるでしょうか。さあ奥へ行ったがこのパスは投げ捨てました。まず最初はパスプレーにより立ちダウンになりましたが、これはディフェンスカバー厚くパスを投げ捨ててこの攻撃を終了しています。ジェイサーズ2回目の攻撃に変わります。ジェイサーズセカンドダウン2ゴール、残り9ヤード。これは熊本踏ん張ります。オプションプレーにより左オープン展開を図りましたが、しかし熊本8番見事な対応をしましてロスに変えました。ジェスターズサードダウン3回目の攻撃に変えます。熊本8番は村永、佐賀大学出身。ジェスターズサードダウン2ゴール、残り15ヤード。パス不成功です。ここでクォーターバックスクランブルに見せかけて中央へのパス、ワイドレシーバーにのパスはしかし下がらない、失礼しました、熊本素晴らしいカバーでこのパス阻止しました。フォースダウンに変わります。ジェスターズフィードワールドトライ、キックレングス32ヤード。キック成功、3点獲得です。このフィードボール見事ジェイサーズ決めまして3点獲得、トライアクセスジェイサーズ3点、トマトマベックス0点、ついに均衡崩れました。残り時間6分13秒の状況ですが、ついにその優劣に優劣が発生しました。ジェイスターズフィードゴールを決めまして3点獲得しリードを取りました。さあしかしタッチダウンでひっくり返る状況には変わりはありません。試合はその得点を挙げましたジェイスターズのキックオフで再開する形になります。リターンに入った。さあここでリバースプレーを展開しました。これはジェイスターズ対応しました。
熊本自陣15ヤード付近からの攻撃と変わります。さあ熊本の攻撃に入ります。熊本自陣15ヤードからのファーストダウン10。さあまずクォーターバックは5番スクランブルを展開しました。これにより約5ヤードのゲインとしています。倒れた地点でボールで取れた形になりましたのでファンブルは発生しておりません。熊本自陣20ヤードからセカンドダウン5。ここでハンドオフを託されました。26番中央切れ込みまして攻撃権更新です。熊本マーベリックスファースト。熊本26番は国広です。熊本大学出身。ここでホイッス。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入っています。チャットメッセージさまざまな方々ありがとうございます。マロミル様、海洋新世紀総帥様、梶原誠人誠様、素晴らしい試合にその花を添える形のチャットメッセージありがとうございます。さあ試合再開となります。熊本自陣31ヤードからファーストダウン10。好パスはどうだったか。パス成功。ピッケーファーストダウン。ここでクォーターバックが一気にロングパス。高く浮いたパスはレシーバーと DB の競り合いになりましたが、これを走るためは見事にキャッチしまして大きい前進。熊本マーベリックスファースト。林博盛選手パスをキャッチしておりましたが、しかしここで何かあったでしょうか。先ほどのプレーはパス失敗という判定のようです。
先ほどのプレー判定誤っておりまして申し訳ございませんでした。パス不成功となりましてセカンドダウンに変わります。熊本自陣31ヤードからセカンドダウンテナイスプレーファースター。ここで熊本はジェットモーションスイープを展開しました。モーションから託されましたワイドレシーバー96番右オープン展開しながら相手タックルを跳ね抜け、そのまま相手ディフェンス飛び込まして攻撃権更新です。熊本ファースター、見事なプレーで攻撃権更新を果たしました。熊本16番は前田、関西学院大学出身。熊本自陣42ヤードからのファーストアウト。さあここで中央密集点への突破を図ります。ラインバックに託しまして中央突破、キャリア31番タックルを受けながらそのまま前になだれ込んで約4ヤードのゲインとしています。キャリア31番は大黒、大阪教育大学出身。熊本自陣46ヤードからセカンドダウン6。ここでクォーターバックドローを展開します。 QB5 番自らの体を生かしまして中央を切り裂きまして約2ヤードのゲイン。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入ります。しかしトライアクシスでしたディフェンスの反応は良く2ヤードのゲインに止めております。試合再開になります。熊本サーダウン4、ボールオンは自陣48ヤード。パス成功。ここでクォーターバック15番エキキレロブです。右オープン相手を見ました。ワイドレシーバーにパスを投じましたがわずかにオーバースローし、パス不成功となっています。フォースダウンに変わります。さあ試合時間は残り2分40秒となっています。熊本フォースダウン4、どのようなプレーを選択するでしょうか。プレーを敢行します。フォースダウンギャンブル、4ヤード前進試合と攻守交代になります。さあどうなるか。失敗。ここで中央突破によるランプレーで状況打開を図りました。相手の胸を突くようにしてその状況打開を図った熊本ですが、このプレー失敗により攻守交代になります。攻撃権はジェイスターズとなりました。ファーストダウンは与えません。攻守交代、攻撃権は
荒木さんは、はい、コメントをあえてありまして、私もそこで状況の説明はしませんでしたが、先ほどの第3クォーターサザンのシチュエーションで故障したのはどうやらクォーターバックの吉村選手だったようです。さあ攻撃権変わりましてトライアクシスジェイスターズに変わります。ボールオンは相手陣48ヤードからジェイスターズファーストアンテン。さあまず中央へのアンテン、ダイナック43番に密集点を突っ込ませました。これによりまして約5ヤードのゲインとしています。ジェイサーズ43番はただグレーンコミュニティ開発実出身。アメリカンフットボール、ボールを持った選手が中で倒れた場合は時計は回り続けます。試合時間残り2分を切ります。ジェイサーズセカンドダウン5。さあ再び中央へのプレー、同じく43番が切り替わりまして攻撃権更新となったでしょうか。さあこの判定を待ちます。わずかに届いておりません。サードに変わります。ジェスターズサードンピンチ、ボールオン相手陣38ヤード。ファーサー、ここでジェイスターズあえてパスプレーを使いまして攻撃権更新です。ジェイスターズファーサー、この攻撃権更新を果たしました。ワイドレシーバー10番は大久保、同志社大学出身。ジェイサーズここでランプレーを入れます。ダニバック33番ハンドオフを受けましての中央突破、ここでホイッスル。熊本ここで後半2回目のタイムアウトを使います。このままプレー間の時間が流れますとそのまま攻撃失う、そして試合そのものを失ってしまう状況になります。ここで熊本はタイムアウトを使いました。試合再開となります。ジェスターズセカンドダウン4。さあここでクォーターバックがオプションからキープしました。ここでホイッスル。熊本ここで最後のタイムアウトを使いました。
試合再開となります。試合時間残り54秒、ベスターズサーランスイーボールオンは相手陣22ヤード。ベスターズファーストラン、ここでランニング33番ボールを託されまして、中央突破し右お二つを駆け上がって攻撃権更新です。トラッシュジェイサーズファーストラン、見事な攻撃権更新を果たしましたのはジェイサーズ33番の横田、中央ライナーとして ジェイサーズファーストラン10。ここで再び中央へダンプレー、約9ヤードのゲインとしています。ここで試合時間がなくなりました。ここで試合終了。試合終了となりまして、トライアクシスジェイターズ3点、熊本マーベリックス0点でトライアクシスジェイターズの勝利。トライアクシスジェイターズ決勝進出となりました。トライアクシスジェイターズは勝利いたしました。しかし熊本マーベリックス決して見劣らない素晴らしい戦いでした。ナイスファイトでした。13時10分から試合が行われます。ご来場の皆様、激戦を戦い抜いた両チームの選手、そしてこのレッドを見事戦いに行きまして勝利を収めましたトライアクスデスターズ、ナイスゲームでした。スターズはこのジュニアトーナメントの決勝進出を決めました。次に行われます大阪ガスカンクス、磯野スーパースターズの勝者と6月25日 MK タクシーフィールドエキスポにてその試合を決します。その道には至れませんでしたが、しかし熊本素晴らしい戦いでした。双方ナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。
導いたのはグロンだが志巨漢と目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりにかつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、影のため一度は離れた仲間も戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かしたスタープレイヤーがもたしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の世界としてこの舞台に挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くしに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。本日この1試合目、その激闘を勝利しましたのはトライアクシス J スターズとなりました。春の頂であるこの、ジュニアトーナメントのその一角を占める位置に入りまして、その対戦相手となります大阪スカンクス磯のスーパースターズの勝者を迎えます。その頂に上り詰めるのは果たしてこの3チームのいずれのチームとなるでしょうか。その光景を楽しみとしつつ、本日のこの試合の配信を終わらせていただきます。皆様長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。この後チャンネルサイトを変えまして、続きまして行われます大阪スカンク祭磯のスーパースターズの一戦も配信させていただきます。この配信はこの試合を行います各チームの申し出によりまして、 NFA 社会人アメリカンフットボール協会の許可を得まして実施いたしました。その配信を実施したのは私道楽屋理沙でした。次の機会をお待ちいただければと思います。またお会いしましょう。それでは失礼いたします。ナイス配信、ナイス配信、ナイス配信。